はい、どうも、しゅうてぃぃです。ねえねえ。はい、お願いします。はい、というわけで、本日は雨の中ですね。はい。屋根下のとこ来まして、はい、撮影をしております。はい。はい、で今回、紹介したいものがあるんですけど、うん、なんと、僕がいつも愛用してるプロテインのご紹介というか、はい、僕がいいなと思ってるから、紹介したいなと思って、ダメ元でメーカーさんに動画出してもいいですかみたいな、はいはいはい、勝手に出すのまずいからね。でレビューさせてもらっていいですかって聞いたら、新しくそのプロテイン送りますよということで、いいんですかってことで来ました。はい、それが、はい、こちら、はい、こちら、このリメイクというね、はいはいはい、知ってますこれ、知ってます、知ってます、ソイプロテインなんですよ。で、こちらスポーツショップに行って見たことあるのがベースマン。そうですね、ベースマンさんではよく見ますね。そう、ベースマンさんにあるんですけど、うん、3種類ともこちらをちょっと飲んでって味とか、はいはいはい、紹介しますんで。大豆のプロテイン、植物性プロテインってやつですね。はい、ってことで吸収がすごいこうゆっくりなんですよね、うん、で、こちらがマンゴーオレンジ味、はいはい、こちらがバナナ、はい、で、こちらがヨーグルトとなってます、はいはい、3種類を今回飲んでいくんですけど、はい、俺いつもこのマンゴーオレンジ飲んでるんですよ。そうですね、僕も一回翔平さんに飲ませてもらったんで、飲め飲めーって飲ましたね飲ましてました。で、このプロテインを今回はちょっと開けてって実際飲んでって味をレビューしたいと思います。はい、はい、で、こちら大豆プロテインプラスカルニチンプラス難消化性デキストリン配合っていう、なんですかね、デキストリンってなんですかね、余分なものをデトックスする食物繊維が入ってると。ということで、はい、で、引き締まった体づくりをサポートする大豆プロテイン、うん、燃焼させることで引き締めをサポートするカルニチン、うん、余分なものをデトックスする食物繊維、うん、難消化性デキストリンを配合、美しい体づくりをサポートしますと、はいはい、11種類のビタミンプラス2種類のミネラルが入っております。で、運動時に失われやすいビタミン、食事制限で不足しがちなビタミンおよびミネラルを配合、美しくあるための大前提である健康的な体づくりをサポートします。で、牛乳または豆乳、水など 200ml から 300ml に付属のサジすり切り2杯溶かしてくださいと。トレーニング前、起床時、就寝前にお召し上がりいただくことを推奨しますと、はいはいはい、いうので、やっぱトレーニング後とかじゃないんだよね、トレーニング前と起きてから寝る前、うん、そこの概念はびっくりした。ちょっと変わってますよね、他のと多分違うと思うんですよ。飲んだ後にやるとかあるじゃないですか、はい、うん、違うと思うんで。これね、800g 入ってます1つ、はいはい、まあ、いつもこれ飲んでるんで、まずバナナいきます。バナナいきます、はい、じゃあバナナ飲んでいきます。はい、見ててください入れます、こんな、このおお結構入ってます量が。あ、バナナ、バナナって感じ、はい、いいね、匂いしますね。できましたんで、はい、飲んでいきます。飲みますよ。入れすぎめっちゃバナナ、いただきます。あ、バナナ、バナナ、バナナ、めっちゃバナナやつ。え、これ牛乳で割ったらバナナオレってことですね、うん、いや、朝なんかいいじゃん、めっちゃこのバナナはやっぱ牛乳と一緒がいいね、うん、ソイプロテインって僕も何回か飲んだことあるんですけど大豆の臭みっていうのかな、結構強いイメージあったんですけど、うん、全く感じないです。そうですね、いや、美味しい美味しい、普通に、うん、うまい。これが、はい、バナナ味です。バナナ味いいな、これ牛乳と一緒に飲みたい、うん、朝めっちゃいいかもしれないですね。そうですね、じゃあ次はヨーグルトいきます。ヨーグルト、うん、はい、こちらも、まあ、中身はほぼ、まあ、プロテインなんで同じような色の中身で、あ、ほんのりヨーグルトの匂いぐらいかな。あ、ほんのりじゃない？ほんのりほんのり。ヨーグルトだったら何がいいかな？合うかな？僕、ザラスのヨーグルト飲んでた時は水でした。水か。じゃあこのヨーグルト味、これはい入れましたんで、いきますよ。うん、あ、ヨーグルトだ。爽やか、爽やか、飲みやすい。しかも、まあ粉々しいのはまあ全部一緒なんで、うん、ある、あるんですよ。でも味はヨーグルト、はい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 、飲みやすい。他のプロテインなんかは練習後に飲むとかじゃないですか、はい、そうですね、そもそも練習してなかったら飲まなくて、練習してなかったら飲まないじゃないですか。まあまあまあ、みんな、はい、練習したからこそ飲もうってなるじゃないですか、うん、これは朝起きたらとか寝る前とか飲むんで、まあ朝起きたら、あ、これ朝ごはん代わりにしようとかさ、ね、寝る前とか。そういうプロテインだからできるってことですか。そう、そこはちょっと普通のプロテインとは違うかなと思ってるんで、うん、こちらぜひとも飲んでみてほしいなと思いました。
あ、めっちゃヨーグルトだ。だろ？匂いより味の方がヨーグルト。だろ？今俺の唾液とかバコーンって入れてたから。大丈夫。それしゃあないから。だって容器1個しかないからしゃあないじゃん。しょうがしょうがしょうが。これ本当いいと思うんで。うん、はい。飲んでみてほしいなと思います。はい。で、オレンジ飲みたいですけど、オレンジも今タプタプなんで。ちょっと待って。正直言うとだってこれ1杯でいいもんだからね。そう。このオレンジの方はマンゴーオレンジはいつも飲んでるんで。言いますけど、これはね、実際まあマンゴーオレンジなんですけど、味は、はい、水とか牛乳もいいけど、オレンジジュースと混ぜてほしい。ああ、はいはいはい。これはね、オレンジジュース。だから翔平さんに前いただいた時はマンゴージュースにマンゴーあったんですよね。そう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 、めっちゃマンゴージュースよね。たまたまマンゴージュースあったんで、それで、はい、実際にこれを混ぜたんですけど、本来ならオレンジジュース 100% オレンジジュースと一緒に飲んでくださいということで、オプシャルさんの方からも言われてますんで。そう、だから美味しく飲めるっていうのがまずいい。そう、あとあの起きてすぐ、うん、寝る前とか、うん、はい、練習後とか、はい、いいと思います。どれも美味しいんですよ、本当に。どれもマジでどれも美味しいので、ぜひとも飲んでほしいと思います。僕に会ったら言ってもらえれば、あの試飲とかさせますんで、うん、全然飲ませます。飲んでほしい。まあモンタナスポーツに来れば会えますんでね。はい、ぜひともモンタナスポーツに来てほしいと思います。また別のプロテインもいただいてるんですよ。それは今日は忘れました。今回これ紹介しましたけど、別にあのオプチアさんからいただきまして、翔平紅白戦の時に MVP 賞としてあのプレゼントさせてもらったんで、はい、またこういう機会があれば、もしよければオプチアさんまたお願いします。お願いします。お願いします。というわけで本日はこちら紹介しました。素晴らしいので、こちらの購入リンクもね、はい、概要欄貼ってきますんで、はい、チェックの方よろしくお願いします。お願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プレゼント企画開始しまーす。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうっていうことで。はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さんおめでとうございます。おめでとうございます。2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントのナイア公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。